よし、話を聞いてみよう。な、あ、おう。なるほど。メナンシアの牛たち。のために一肌脱ぐか。ええ、私たちの食卓のためにもなるし。そうかもだけど、それでいいの？何度来ても不気味な眺めだな。リンウェル、何か感じるか？何か精霊力の動きは感じるけど。リンウェルの感度は牛以下ってか。むかー！バカ言ってないで、中入って確かめるわよ。雰囲気が変わった。油断するな。ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人がいるかもね。なあ、ん？負けない。ち、くじけないし、倒れないし。これが自由だし。
全力で行くよ。体がおかしいな。無理せず引き倒す。やばさろう。もろに運を狙っていこう。止められた。この道で止まれ。この子、逃がってはあるまい。一生妨害されたか。やめろ。これで新しい武器作れないかな。これで戦力増強だな。人がいる。しかも女の子。騒がしいわね。誰？こちらが聞きたい。君は誰でどうしてこんな場所にいる？質問に質問で返すの？ひょっとしてお前もズーグルに飲み込まれたのか？私は招かれただけよ。招かれた？飲み込まれたのとは違うのかよ。ここは妙な場所ね。無視かよ。領域とも違う。汚れがあるわけでもない。空気は正常けど安定しているわけでもない。私が知っているものとは似て異なる力に満ちた世界。ここならもしかしてと思ったけど、でもお兄ちゃんはこの場所に巻き込まれてはくれなかったのね。さっきから何を言っているんだ。女の子の独り言を聞いていたの。なんて悪趣味なのかしら。こちらは真面目に聞いているんだ。また質問？これだから人間は嫌いなのよ。人間？俺はアルフェンだ。どうすれば教えてくれる？そうね、お願いします。エドナお嬢様って言ったら教えてあげてもいいわよ。お願いします。エドナお嬢様。私もわからないわ。言わせておいてひでえ。でもそうね、残っているのはこの方法くらいね。あなたたち、私と勝負しなさい。なんだって？か弱い女の子を大勢でぶちのめすのは気が引ける。でも私は帰り道を探しているの。俺たちがここに来るのに使ったもんじゃダメなのか？彼女が我々と同じ世界の住人ならな。あれはおそらく我々の世界と他をつなぐものだ。他の世界同士となると話は別だろう。つまり彼女は別の世界の。なぜそれで戦わないといけないんだ？
あなたたちの力と私の天教術がぶつかれば出口ができるかもしれないわ。本当にいいんだな。心配性なのね。私に勝てたらもう一つ質問に答えてあげるわ。いいのか、女の子相手に。心配は無用だ。ああ強いぞ。バラバラにしてやる。水の力だ。乱れない。美しい光を貫け。超連打だ。カド全部燃焼だ。どういう連打だ。怪我はないか？問題ないわ。化け物かよ。化け物じゃないわ、エドナよ。出口は現れなかったわね。それじゃ約束通り質問をさせてくれ。と言ってももう他の世界から来たってことは分かってるのよね。先ほど兄がどうとか言っていたが、お前の兄もここにいるかもしれないのか。大人の事情よ。答えになってね。欲張りな人間ね。まあ勝ったのはあなたたちだからサービスしてあげる。これは？この場所に来た時に拾ったもの、あなたたちの役に立つと思うわ。君はどうするんだ？私には知りたいことがあるの。もう少しこの場所を調べるわ。何を知りたいんだと聞いても答えてはもらえないんだろうな。理解力のある人間は嫌いじゃないわ。
お疲れ様。流れが来てんじゃねえか。なんだこいつ、ズーグルか。何かしら、見たことあるようなないような。でもここはまた別の世界なのよね。待て、確か前の世界で会ったエドナが兄がどうのと言っていなかったか。え、じゃあこの生き物はあの子のお兄さんってこと。まさかあの研究者の研究のせいで。エドナのようにはいかなかったというのか。すでに人間の意志を持ち合わせているようには見えないが、このまま倒して良いものだろうか。いや、曇りない目で見てみろって。どう見ても関係ない化け物だろあれ。来るぞエドナ。すまない。だから関係ねえって。うん、ふざけていられる相手ではなさそうだ。無駄だ。ぶち抜いてやろうか。再生せよ。コレ。熱血戦。リンライン砲襲撃。すると、リンライン砲襲撃。
味方に振り注げ炎を巻き込め。おかげでまだ戦いそうだ。前線は頼むわ。ああ任せておけ。嵐に飲まれろ。どうぞ。
この頃ついているみたいだ。こっちだ。私が守る。まずはいかがだ。氷の槍よ、フリーズランド。変わるか。相手になろう。やれて。まずはいかがだ。なんでこの足、私が絡めとろう。長くない。これからも隣に死ぬで。この弾丸で。はいとかせ。はしゃぎすぎたかな。まだまだ行くわよ。大地の元に刻まって。エアプレッシャー。まとめて片付ける。はあ。成功。炎よ、長くがいい。炎よ、燃えろ。巻き込め、しとめるぞ。吹っ飛ばれ。距離を作る。かわせるぞ。しとめるぞ。決めたまえ。やりましたね。見事な一撃だった。糸が絡めとる。ジェネシック。力が高まった気がする。それでより多くの人を助けられるな。うん、そうだね。カプテン、ヤバそうだぜ。相手になるのか。俺がやれるぞ。スラートフラッシュ。まだまだ行かない。倒れろ。こう飛ばれるとやりきらく仕方ねえ。頼めるか。足止めは任せたまえ。決めて。この弾丸で。はいとかせ。はしゃぎすぎたかな。まだまだ行くわよ。緑のシャツだ。イラマッカ。私なら落とせるわ。相手になろう。絡めとる。助けられた。邪魔だ。耐えになる。邪魔だ。全然助かせ。未来への態度。私は過去を断ち切る。アバタル。フェルディア。敵将の力は私に任せて。スナートフェル。助かせ。無理でこれ。リズムとなる。決めて。どうだ。いい、上出来だ。この弾丸で。はいとかせ。おい、すごそうなの拾ったぞ。やった、これは相当なものだよ。うん、私の感性もそう告げている。少し強そうだけど、ミク。やばそうだぜ。本当になんのか。助けろ。あいつ。止めろ。やめなきゃ。絡めとる。宇宙で届くのに難しそうだね。大将の手を黙って。やプレッシャー。こうも飛び回られてはな。分かってる。私が落とす。
これまでの戦いが実を結んだな。やばそうだぜ。わかるのか。大地のもとに刻まれて。炎のやらせ。マッコメ。ロングに来るぜ。レンガだぞ。この炎の大物かさどうやらだ。だだぜ。ここまでだ。君の才能には脱帽だな。寒い。通覚のなかった頃が懐かしい。忘れたの？通覚がなくても風邪は引くのよ。この3体どこかで遭遇したことがあったかな。手ごわそうです。用心してください。何でもいいけど、こいつらが鍵持ってるか分かる魔法とかないのか。魔法は失せ物探しじゃありません。ちょうどいい。戦えば少しは温まる。色の違うズーグルか。それぞれの属性が違うみたいだね。よし、私は赤いやつを担当しよう。温まりたいだけだ。ブレンド絡めとる。異物質攻弱点を狙いましょう。フリーズランド逃げる。やったよ。今が攻め時ね。イテツ氷の槍よ。ありがとう。無理はしないでね。シオンだよ。イテツ氷の槍よ。氷の拳を受けてるんだ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。イテツ氷の槍よ。このままつく。熱傷剣ぶっ壊すぞ。バラバラにしてやる。この仲間を。地べたを舐めなさい。落ちて。
死の力だって死の力だって呼び戻す。体調が悪い。大丈夫？私たちに任せて。リカ、少し様子を見せたまえ。リカバー、すべてを受け止めてやろう。はぁ、蒸発しろ。投入レイカさん、吹っ飛べ。なかなかに止めるちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。打ち抜いてやろうか。打たせ、私の手が行けるぞ。しよう、ファッテンズ。やるじゃん、ファッテンズ。手に馴染んできた。もう一つ持ってみたらどうだ。いや、それはかっこいいな。かっこよさはいらないわ。エンペルは抜体剣、この体を
この武具、興味深い構造だ。ほんと好きなんだね。氷の槍をフリーズランド。
この頃ついているみたいだ。誰だお前ら。あ、これは多分だよね。髪の色同じだし当たりなんじゃね。おい、何をこそこそ言ってやがる。兄の方は随分と柄が悪いようだ。ヤサ男に兄と呼ばれる覚えはないが、お前たちエドナを知っているのか。傘を持った女の子ならここに来る前に会ったけど。近くにいるのか。俺はあいつのそばにいるわけにはいかない。船のことも気になるし、早いところ帰り道を見つけないと。待て、妹と合流しないのか。なぜ。死神の呪いに巻き込むことになるからだ。あんたなんかかっこいいな。こんなことならあの子にいろいろ聞いておくんだったぜ。勝ったら一つだけ質問していいとか。ひょっとしてあんたの影響か。お前たち、あいつに何かしたのか。一勝負させてもらった。
つまりあいつに手を出したんだな。構えろ。妹の敵は許しておけん。お前ら生きてこの場から去れると思うな。ちょっと落ち着いてよ。あの場合は仕方なかったっていうか、兄とはこうしたものだ。兄さんも私が泣かされるとよく飛び出していった。サラは落ち着きすぎだから。とにかく応戦だ。来るぞ。あの子の話を聞かなかったけど、血筋なんだろうな。兄さん、多勢に無勢だろうと挑みかかっている。サラも戻ってきてくれ。君からは目を離さないな。面倒かすまない。
がいい。いけるわ。覚悟はいいか。こっちの番だ。止められたか。奴はいられん。いじったこっちの番だ。今お前を殺すためのこっちの番だ。やらせじゃ。我ら罪の一手だ。いじった。いじった。ドラグーンハウリング。倒れろ。完全の状態で挑む。大破産。カドやれるぞ。さあ使用発展時というわけなんだ。なるほどな。つまりあいつが望んだから勝負をしたと。納得していただけたら何よりだ。事情は分かった。お前たちの腕も分かった。言い分は信じてやろう。だが手を出したことは許せん。まだ言ってる。それとも俺が近くにいたせいで死神の呪いが向かったのか。その死神の呪いという法則だが、この世界が混ざり合った場所では影響はないように思う。この場所の基盤はあくまでも我々の世界だからな。なるほど。それならもしかすると、いや、妹に会うのが気まずいのか。お前たちにはこれをやる。俺は俺の好きなようにやらせてもらう。まだ伸びしろがあったようだ。相手にだろ。やめろ。私に任せて。
あといかほど使えるか。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。正確には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの、うん、偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それはだからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に言いたそうだな。
嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。あんなに小さかったら強い。格闘バカって作戦に悪いことないか。格闘バカってどうにだけは言われたくないよね。何でもいいけど集中してくれ。やれるぜ。味方に寄る。
受け止めたな、俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ、二人とも とても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。ひらめいたぞ。新しい技か。野菜くずも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。こんなところに人間か。宙に浮いてる。人間じゃない、精霊力の塊みたいな。
精霊みたいなってことか。安易に己の概念に当てはめるのは愚かというものではないか。精霊ではないと思うわ。何かもっと異質な。お前の方こそ自分の世界の異質だろう。己が因果を背負いてなお運命に爪を立てるか、どこかの一族を思い出させる。あまたの世界を破壊しながらあがく一族と、あまたの力を食い尽くす世界、どちらも醜悪に過ぎる。随分人間がお嫌いのようだな。あ、確か鍵は6つって話だったよな。そしてここで6番目、つまりこれで最後ということね。気をつけて、こいつ今までの相手と違うよ。そういえばエドナは招かれたと言っていたな。あの研究者の仕業だと思ってたが、そうじゃないとしたら。その元凶がこいつだってのか。わからないが、聞いても教えてくれそうにないな。名乗りくらいしよう。我は時空を司る大精霊クロノス。お前たちの力を見せてもらう。来るぞ。今までに感じたことのない力。するだけで押しつぶされそうだわ。それでも負けるわけにはいかない。見せてやるとしよう、我々人間の力を。輝け、炎山の力が。一戦と叩きつける。燃えろ。くだっ、こう爆砕撃。ルーナコラプター波動絡めとる。手助けするの。ルミナーヤクはよく威力くらい。準備は整った。ゴーハザン止める。める私のは怖くばっかりだから。くらえ、めったにやらせない。敵の精霊術よ、私に任せて。やれるぞ。攻略、発砲時サーナルトラッター。
審判を下そう。人間が受けられるか。かっ、走れ。打ち倒せ。はあ、倒れろ。人間ごとき、これで大破だ。波動、めくる。ハートレッド。審判を下そう。我に恐怖がよ。よっ。何だろう、そろそろ幕を引こう。スタマナの好きで。そう。ファイナルクレーベル。ありがとう、キヨ。もう無理はできない。ああ、気をつけるよ。フリーズランド。大破だ。決戦行。頼むよ。これで。終わりだ。面白い術を使うな。絆回復していく。正確には時間を巻き戻したのだ。本当に時空を？じゃあここはあなたが生み出したものなの？いや、我ではない。オリジンでもマクスウェルでも原初の三霊が関せぬ世界があるとはな。原初？ではあなたはどこかに本物の異世界を作り出した存在だというの？何とでも言うがいい。このような存在までも招き入れてしまうとはな。やはり時空の扉に関する研究は禁じるべきもののようだ。禁じたところで人間とは飽きもせず愚かな歴史を繰り返す。この場所を知った人間どもは他の世界から奪い利用することしか考えないのだろうが。それは欲するままに行動し他者に負債を押し付け、その結果を顧みようとはせぬ。させない。俺たちは目の前の壁を壊し続けてきた。だが、それで終わってはいけないことも知っているつもりだ。手を取り合い、共存できる世界を作る。そのために諦めず進み続ける。うん、変えていく努力だってするよ。この研究は必ずやめさせるわ。だから。人間というものはこうも似るものか。我はしばしここにとどまる。さっさと馬鹿げた研究をやめさせろ、クロノス。わかった。覚えておくのだな。この時空の扉を悪用し我らの世界に干渉しようとすれば、時空の狭間に突き落とし永遠の無をさまよわせてやる。おっかねえな。俺たちがいる限りそんなことにはならない。あんたはそこで高みの見物をしていてくれ。うん、精度が上がったわ。うん。おう。
門だか鍵だか知らねえけど、ズーグルの腹の中で研究とは、キテレツな奴もいたもんだよな。どこで何をしようが勝手だが、おかしな事態にならずに済んでよかった。他の世界を無理やり繋いでいたのだ。十分おかしな事態だったと思うが。ですがあのアイゼンという男、成長した妹に会うのは初めてのようでした。そういう意味では良い面もあったのかもしれません。よかった探しをしたってしょうがないだろ。危ない実験は危ない実験だぜ。でも私だってもう会えないと思ってた家族と再会できたら嬉しいよ。そうね、その意味ではキサラの言う通り、あの兄弟にとっては良いことであってほしいわね。そういえば最後に出会ったクロノスという男、何者だったんだろう。なんか妙な耳生やしてたよな。人外か他の世界の人間かはともかく、あの佇まいと力からしてただ者でないのは間違いあるまい。でもあいつシオンに向かってひどいこと言ったよね。彼は彼で何か信ずるところがあるのだろう。それが我々の世界に準じたものではないにせよ、人間以外にはそんなに厳しくもないみたいだったしな。ハル、いつかまた他の世界の人間に会える日が来るのかしら。さてな。だが願わくば友好的な相手であってほしいものだ。会う相手ごとに戦うのではこちらの身がもたん。ねえ、私たちいろんなところに行ったよね。まだ行ったことのない場所ってあるのかな。さあ、真面目に聞いてるんだけど。相手は世界だぜ。知らない場所があると思ってた方がワクワクするだろ。ああ、質問する相手を間違えた。ねえ、アルフェンはどう思う？そうだな、人間が訪れたことのあるような場所は全部回ったんじゃないか。そうじゃない場所は？そこまではわからないな。何せ相手は世界だ。あ？そっか。ん？知っているつもりのことでさえ真相は違ったのだ。ましてや世界を全て知ったなどと思うのはおごりというものだろう。私たちが見つけていない場所もあるかもしれない。だがそれはそれでいいのではないか。そうね、私たちの目的のために全てを知る必要はない。でもまだ未知があるというのは素敵なことだわ。いつか俺たちがそれを知る日が来るのか、それともまた別の誰かが見つけるのか、想像するのも一興だな。思ってるより世界はずっと広いかもしれないってことだね。俺アルフェンと同じこと言ったと思うんだけど、なんでこんなに扱いが違うんだ。女の子の心も世界と同じくらいいろいろあるってことよ。